はい、どうもカオスマイスターと申します。対戦相手の方が見つかりました。謎の韓国人さんですね。謎の韓国人さんのパーティーはオノノクス、ドラパルト、メタモン、ヤミラミ、アーマーガー、そしてこれなんだっけ、オンバーンか、オンバーン、ドラゴンタイプが3体。ほう、絶対ドラゴンタイプ1体を見るんだ。オンバーンも出てきそうだな、これ。アーマーガーがいるからリザードンは出したい。でもリザードンが他の竜に勝てねえな。どうしよう。いや、そうだな。ガラルマタドガス、バンギラス、ドリューズで、はい。はい、謎の韓国人さん、マルタソクタバレさんですね。対戦よろしくお願いいたします。トレーナーカードも結構かわいいですね。こだわってるような感じします。さあ、なんだこれ、全く読めない。メタモン、はあ。じゃあこっちはまたドゲースでいきます。変わり者で進化していく。ミストメイカー、素早さで負けてんなってことは、そうですね、スカーフってことか。どうだろう、これ交換読みでワンダースチーム打つか。ヘドロ爆弾、そうか、じゃあヘドロ爆弾で。遅い、ヘドロ爆弾。何これ、2回連続で。じゃあヘドロ爆弾で大爆発、同速勝負を勝ったところか。大爆発したじゃあね、こっちはね、バングラス出していきます。ちょっと喉乾いたんで、イロハス飲みます。あー、うまいわ。ヤミラミー砂起こし、ヤミラミか、どうすか。噛み砕け、多分ね、鬼火をやってくと思うんだよね。パワージェム、うまい。さあラスト、ドラゴンだよ絶対。ドラパルトかな、なんて読めるか全く分かんねえよ。オンバーンだったか、はあ。じゃあこれ、ダイマックスして、あ、やべ、くそ、噛み砕けやっちゃった。ボタンも押し間違えた。大草原、全然効かないと。耐久にがっつり振ってる、メガバンギなんで、あ、メガじゃねえや、バンギラスなんで。さあ弱点保険を食って噛み砕いていくと。うわ強え、防御下がる。
あ、もうダイマックス残していいや、ダイマックス使わねえで倒すか。じゃあダイマックスしてダイロックでいいや。多分降参だと思うんで。お、降参しこない、最後までやる。さすが謎の韓国人、マルタソックスとバレさんだ、すげえわ。さあこのゴジラ、ゴジラじゃねえや、バンギラス。ちなみにニックネームは伊藤さんっていう名前なんですけど、伊藤さんの、第6、その前に大草原が急所でも耐えるよね。 OK、 じゃあ第6と第6でフィニッシュです。はい、対戦ありがとうございました。 Very easy, very easy。 じゃあ勝利の、コカ・コーラアップル味飲みます。これ聞こえますかね、このプシュって音ね。シェリー障子だな。じゃあいただきます。あー、うまいわ。うん、謎の韓国人さん、すごくいいバトルでした。いやー、ほんとね、めちゃくちゃ体疲れてるんですよ今。スーパーパワートレーニングね、ワールド高校ジムっていう、あのキラーケイオスが遠いとかいう理由で行くのを諦めた、ジムに行ってスーパーパワートレーニングやってきたんですけど、いやーしんどいわ。140キロのベンチプレスでちょっと潰れかけてしまってね、ギリギリ持ち上げられたんですけど、本当乳酸が体に溜まってまして、なんかこう持ち上がんなかったんですよね。130キロが大体ね、重く感じるっていうこと自体ちょっと体の不調なんですよ。130キロっていうのはそんな重くないですから、そのベンチプレスが重いな、なんか重いな重いなってこう感じるようになったんですよ。それはね、やっぱね、140キロ持ち上げるのに結構きついっすよね。はい、っていうかスーパーパワートレーニング、あのハブキトーマスターをやってんのかなっていう、もう全然やってないんじゃないかな、そんなんじゃ試合出れねえぞっていう。あと蹴りを使うとかいうことを前なんかボソッと言ってたんだけど、なんか股関節のねストレッチ、股割りも全然やってねえと思うから、こんなんで足上がんねえし股関節が回んねえから、キレのあるキックが絶対できないんですよ。あと今年になって、シェリー少女がツイッターで筋トレを割とガチで始めたいっていうこと言ってたんですけど、未だに、今1月の19日だか20日だかなんですけど、未だに、まあ、これがアップされる頃には多分1月20日20日なんですよ。未だに始めてないですからね。もう1月半分以上終わってるんですよ。今年2020年ね、オリンピックの年だって言われてるけど、これすぐ終わっちゃうと思うんですよね。で、はっきり言ってシェリー少女はその今年の1月にその何筋トレをガチで始めたいって言ってるけど、結局今年終わるまで俺ね全然始めないっていうのに20円かけてるんです。かけごとやってるんで。だから本当、あと筋トレをやるって、そのジムに行って1回でも始めたらやるじゃないんですよ。結局1年2年3年4年5年ってこう長期にわたってその続かないと、それ筋トレやったってことはなんないんですよね。俺は毎回そのスーパーパワートレーニング行ってきます、スーパーしまうっていうやつを何人も見てきた。もう沼田しかりね、田崎忍シノビックパークしかり、あと鶴田しかり、あともう一人名前忘れちゃったけど、鈴木とかいうなんか体重100キロ以上あるやつなんだけど、全然パワーねゴミくずみたいな人間。そしてハプキトーマスター、ほんとしょうもない、なんでやめちゃうのかっていう。もうせっかくついたパワーがなくなるって本当恐怖に感じねえのかなって思っちゃいますよ。俺だったら本当1週間もし筋トレができなかったらもう首つって自殺するぐらいの本当恐怖感がありますよね。シェリー少女だなって思います。本当にシェリー少女くたばれ。